今日は静岡土産の富士山チョコレートクランチ、ミルクチョコクランチ11個とホワイトチョコクランチ11個と三日日みかんチーズタルト、めっちゃこれ美味しそうです。9個入り。じゃあ食べたいと思います。いただきます。ちょっとチーズタルトから食べてみます。うん、中なんかピンク色みたいになってる。うんこう、めっちゃ美味しいですこれ。これすごい、あの箱開けた瞬間からチーズタルトの匂いがいい匂いしてましたね。めっちゃ美味しいですこれ。クランチいきます。絶対うまいやつやんこれ。匂いがすごいチーズの匂いしてたんですけど、これ食べてみるとそんなにチーズチーズじゃないですね匂い。
どっちも甘いと思って飽きるかなと思って、さっきまでさっきちょっと食べてたポテチ味に用意してたんですけど、味変なしでもいけるかもしれないです。これまだ食べ出したばっかりでわからないんですけど